じゃあ、私が映像を編集するって分かっているのに、インタビュー時に頻繁に時計見るやつ意味がない。はい、ということで今回は T カードプレミアムがかなり熱いということで、こちらをお話ししていきます。まずは本動画の総論です。結論から言うとこうなります。こちらを分かりやすく、端的にご紹介していきます。では行きましょう。まずはこちらの T カードプラスプレミアムの基本スペック&キャンペーンということで、こちらをね、目次としてご紹介していきます。でまず一つ目が国際ブランドはマスターカードと JCB と、懸命行ってますね。白と黒の組ですね。で、T ポイントが左上についていると。で、IC チップは多分これも DNP 製だと思いますね。大日本印刷ですか？三井住友も確か同じ IC チップだと思いますね、これ。はい。まあ、こんなところ置いといて、次は発行会社プラスですね。で年会費は ANA 無料ということなんですけども、まあ、年会費 ANA 無料に関しては、下の説明欄から1000円して申し込んだ方は年会費 ANA 無料ということですね。で、ここからしたら基本還元率から調べていきます。 T カードプラスプレミアムの基本還元率ということで、まあ、こちら 1.0% 還元ですね。 T ポイントがもらえます。100円税込みにつき T ポイント1ポイントが貯まると。次2つ目の特定加盟店ですね。特定加盟店に関しては 1.5% と 0.5% 上乗せですね。特定加盟店での利用で 0.5% 上乗せで 1.5% ポイント還元ということで、200円税込みにつき T ポイント3ポイントが貯まりますと。でこの特定加盟店というのはどういうところかというと、これですね、ヘツタヤ、ブックスとか洋服の青山、スーツカンパニーとレンタカーとかエディオンとか、100万ボルトだしちょっとわかんないですけど、で洋服の青山とかザ・スーツカンパニーっていうのは要はスーツの販売店ですよね。なんで今の時期新入社員の方がここで使うこともできると。洋服の青山って確か青山カートっていうのがあったかと思うんですけど、こっちの方が多分還元は多分強かったと思いますね。還元っていうか割引が確かすごかったんですね。ということで特定加盟店で 1.5% と。で次特典1ですね。4ヶ月間 5.0% ということで、これは特定加盟店決算に限るんですけども、まあこれをして見ていきますと、これですね、このページから入会いただいた方限定、今後も T ポイントを貯めるなら T カードプラスプレミアム入会後4ヶ月間最大 5.0% と。上限なしっていうのはこれちょっとえぐいかなと思ってるんですけど、これもまた後でちょっと疑問点としてご紹介していきます。で、アンド年会費で見ると、この 5.0% っていうのはこれですね、さっき言った特定加盟店で決済した場合は 5.0% 還元ですね。なんでこれは一つのメリットとして覚えておいていいかもしれないですね。ざっくりこう4ヶ月間使うとこんな感じですね。10万円の場合4500ポイントと、まあ、4.5% なんで。でこの 4.5% っていうのはこの特定加盟店でない加盟店ですね。 JCB 加盟店、マスターカード加盟店と。なんで最低でも4ヶ月間は 4.5% のポイント還元を受けることができると。かなりいいメリットですね、還元重視の人からしてみると。チャージも対象にならなかった話なんですけども、まあこれも対象ですね、今のところ。まあ、マスターカードブランドだからってことなんですけども、まあチャージに関してはイデアとかでも 4.5% と。で、aupay でも 4.5%、レブレットでも 4.5% ですね。まあ王道のルートとしては、まあ、aupay に 4.5% でチャージで 0.5% で aupay からレブレット。で、レブレットと d 払いを紐付けて d 払いで決済することで 0.5% のポイント還元を受けることができると。で、これは5月31日までだったんですけども、5月31日以降はこの 0.5% なくなっちゃうんで、これで実質 5.5% ですか。で、まあもっと強いので言うと、キャッシュですね。キャッシュに 4.5% で、キャッシュからトイレオレットトイレオレットから加盟店です。でこれで 5.7% ですね。こうやってチャージのことも一応できるんですけど、今後おそらくっていうかもう 100% に近い数字ぐらいもう閉鎖っていうのはもう目に見えてますと。なんでまあどうかわかんないですけど、チャージはなしで考えておいた方がまあいいかもしれないですね、まあ、自分の気持ち的にも楽かもしれないですね。もし申し込んでチャージできないって話になったらめちゃくちゃ悩ますし、なんでチャージできないと思って発こうするのもいいかもしれないです。ということで、ちょっと話がずれちゃったんですけども、特典一つ目を紹介しました。で、次特典二つ目ですね。誕生月ということで、ハッピーバースデー特典と。お誕生月にカードショッピングを合計1万円以上利用していただいた方に、お誕生月のカードショッピングのご利用合計金額の 0.5% 相当分のポイントをもらえると。これ 0.5% なんですけども、これは翌年度ですね。翌年度からの適用ですと。入会後翌年にこの誕生日の特典が加わると。なんで間違っても今年の4月から7月までは、パーセント特典は対象外ですということですね。で、まあ一つのメリットとして考えてもいいかもしれないですね。まあ誕生月に 0.5% プラスなんで。で、次、アプラスモールもメリットがありますと。で、アプラスモールはもう簡単ですね。まあ、ポイント経由サイトですね。このアプラスモールに入っている、例えば、ユニクロとか、ベルメゾンとか、あとはエクスペディアを経由して、ネットショッピングとか、申し込みとかすることで、プラス 0.5% のポイントがもらえると。なんで、まあ、もしネットショッピングする方がいれば、このアプラスモールは使ってもいいかもしれないですね。これが特典の2つ目と。次、特典3つ目の T ポイント提携なんですけども、これも結構メリットがあるんで、これをお話しますと、T ポイント提携ということで、貯まる、使える T ポイントを貯めることもできる提携先ということで、まあ、かなり提携先が多いですね、T ポイントで言えば。基本、私の知る限りでは、貯まらないところってないんじゃないぐらいのレベルで、かなり数字としては大きいと思うんですね、提携先に関しては。で、これ私分からなかったんですけど、エネオス電気とかでもなんか貯まるんですね、これね。Airbnb も。そうなんですね。結構なんかこっちのところは、まあ言っちゃ悪いですけど、なんかマニアックっていうか、あんまり知らないロゴもあるんで、まあこう
ういうとこでも、あとベンツも使えるのこれ、リクシルも、すごいですね。やっぱ T ポイントはかなりそういうね提携先っていうのをたくさんありますんで、そういった意味ではいいかもしれないですね。でも T ポイントの提携なんですけども、T ポイントの交換先ですね。まあ、有名なところで言うと T ポイントから JR 切符、T ポイントから ANA ということなんですけども、まあこっちよりかは私はシンプルの方が好きなんで、ウェルシアで T ポイントは使うべきかなっていうふうに思ってますね。まあ実質 33% オフで。ウェルシアの商品を買うことができると、まあ、条件としては毎月20日ですねにウェルシアに訪問して T ポイントを使うことで 33% オフでウェルシアの商品を購入できると、これは一番シンプルで分かりやすいところかと思いますね。でさっきの T ポイントから JR キープもちょっと紹介してしまったので、こちらも簡単ながら紹介していきます。 JR キープはもう結構分かってる方いるかと思うんですけども、まあ、かなり使い勝手がいいポイント経由サイトとして私は使ってるんですけども、まあ、T ポイントから JR キープに行って、 JR キープから JQ カードセゾンを挟んで、てかこのカードがないとこの永久不滅ポイントはいけないんですけども、永久不滅ポイントに行って永久不滅ポイントでポイントを運用してから D ポイントの増量キャンペーンを待つと、増量キャンペーンが始まったら永久不滅ポイントを出して、ちょっとこれ図がおかしいんですけど、出してから永久不滅ポイントを D ポイントに移行すると。なんで例えば T ポイントを1万ポイント移行したとして、10日交換で永久不滅ポイントも1万ポイント回して、でこれがどんぐらいなのかわかんないですけど、例えば、まあ、ざっくり分かりやすく2万ポイントになったとしましょう。2万ポイントになってで 15% の増量キャンペーンを待つということであれば、2万3000ポイントプラス3000ポイントされて D ポイントに移行することができると。なんでこういったやり方もありますね。一方で他のポイント交換先はないのかって話なんですけど、これもあってポンタポイントに移行することができますと。でポンタポイントに移行した際には JAL のマイルに増量キャンペーンで待つこともできますし、 AUPay の支払いに充当することもできると。なのでかなりポンタポイントは使い勝手がいい交換先ですので、まあ、こういったことでこの JR キープを挟むことでかなり多岐にわたって交換することができると。で以上この T ポイントから JR キープを紹介したんですけども、 ANA マイルはどうなのかって話なんですけども、これはやめた方がいいですね。というのも 50% の移行率になってしまうからですね。要は半分と、500ポイントが250マイルになっちゃうんで、これだともう明らかに、まあ、損してるんですよね。なんでその場合はちょっとでも損をなくすためには、さっきの永久不滅ポイントで永久不滅ポイントからみずほ ANA マイレージクラブカードだっけな、でそれを挟むことで要は永久不滅ポイントから ANA マイルに交換することができると。 70% の交換ですね。でさっきの 50% よりかはこうやって 70% のちょっとアップできるんで、そういった意味ではこういう使い方もできますと。とまあこうやって紹介したんですけども、やっぱりウェルシアがいいのかな、分かりやすいのかな、こっちの方がね、誰でもしますしね。なんでこういう使い方が一番私の中ではしっくりくる使い方かなと思いますね。やっぱポイントこう移行しちゃうと、なんかこう初心者の方って忘れちゃうんですよね。で移行するときもなんかちょっと時間とかかかってたりするんでそういった意味ではこういうウェルシアに使うのが一番分かりやすいかと思いますね。でまたそれと同じくチャージに関してなんですけども、シンポニさんが言ったんでこれをちょっと引用しますと、 T カードプラスプレミアムのマスター発行で Apple Pay でワンチャージしてミニストップで税金の支払いもいけると思うということで、まあこうやってお得を重視する方であればこういう使い方もできますね。これちょっと分かんなかったんでちょっと引用させていただきました。なんでまあブランドの選択になるんですけども、 JCB よりマスターの方が汎用性高いんで、そっちの方がいいかもしれないですね。お得を取るのであれば、多分私ももし仮に発行するのであればマスターを取るかと思います。で特典3つ目の T ポイント提携をご紹介しました。で次最後一言なんですけど、これちょっと私が勝手に疑問に思っていることなんですけども、疑問点ということで、このカードをですね、まあ、5% と、まあ、かなり数字としては高いと思いますし、赤だと思うんですね。赤だと思ってる、赤なんですね。なんでこの赤をどうやってで、ここはアプラスは回収すんのかなとか思ったりとかして、赤にする前に、おそらくこの限度額っていうのが低いと思うんですよ。30万ぐらいかなって思ってて、そのまあ、審査のあれもちょっとわかんないですけど、私 auPay カードキャンペーンで申し込んだ時に30万だったんですよ。で、鬼丸さんも30万で、だったかな、ツイートが見たかと思うんですけども30万ぐらいだったんですよ。なんでもしかしたらそのぐらいの額かもしんないし、で、もしかしたら10万はないかな。うん、なんでそういうことを考えるとちょっと、まあ、低いのかなってことありますね。な30万なんで30万使ったとして、得点分が 3.5% なんで1万円相当の T ポイントぐらいですか。この1万円相当の T ポイントをどう取るかっていう話なんですけども、まあ、これは本当に人それぞれで、ウェルシアでウェル活する方にとっては1万円が1万5千円相当になりますんで、まあ、実質 33% なんで、まあ、そういった意味ではいいかもしれないですけど、ただこの1万円相当のポイントって結構ポイントサイトとかで案件とか出たりするんですね。なんでそういう観点からするとからしてみれば必要ないのかなっていうこともありますし、ちょっとこの辺は本当に人それぞれなんで何とも言えないですけど、だからそもそも限度額によるってこともありますんで、ちょっとまた難しいんですけども、まあ、なんでちょっとまた話しとれたんですけども、どちらにせよ限度額に関しては期待しない方がいいかもしれないですね。でまあ、まとめとしては、私は発行しません。まあ、かなり 5% というのは魅力的だと思うんですけど、まあ、さっき言ったこの限度額ですね、もう低いと思いますし、ちょっと、っていうのあって、
て、で多分わかんないですけど、この動画見てる時にはこのキャンペーンなくなってるかもしれないんで申し訳ないですけど、でもまあ 5% は結構魅力的ですよね。で上限なし、年会費延々無料、 IC チップつけるとお金がかなりかさんじゃうんで、いくらかわかんないですけどかなりかさむっていう風に聞いたことあるんで、でもしこれ発行できた方でちょっと限度額が分かった方がいれば、ぜひコメントしていただけると非常に助かります。これは私のためにもなりますし、他のね YouTube 視聴者のためにもなりますんで、ぜひコメントに残していただければありがたいですね。さっき言った通りチャージもちょっとそこまでっていうこともあるんで、そこは期待しない方がいいかもしれないですね。すぐに塞がれるんで、閉鎖するんで、まあ、とは言ってもね、チャージじゃなくても普通に決済でもね結構還元を受けることでできるんで、まあ、もしかしたらメインカードではなくてサブカードとして使うこともいいかもしれないですね。私はメインカードはマレットボンボイプレミアムなんですけども、で特定のところで使いまくるってこともいいかもしれないですね。エディオンとか結構いいかもしれないですね。レンタカーはそんなに使わないかな。でツタヤとかで借りる人もいいですし、まあこんな感じですかね。ちょっと急いでちょっと作ったんですけど、何かちょっとご不明点があればコメントをいただければと思います。はい、以上 T カードプライムプレミアムの基本スペックとかキャンペーン、ね、まとめとこういったテーマでお話しいたしました。はい、この動画が参考になって役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私は Twitter、Instagram、TikTok、公式アトラインもやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。